心と体と、心と体と、ハンガリー語、デシュトラルエースラレクルールは、イルディコーエニーエディ監督による2017年の、ハンガリーのドラマ映画である。第67回ベルリン国際映画祭の、コンペティション部門で上映されて、最高賞である、キンクマ賞を受賞し、さらに、フィプリサイ賞とエキュメニカル審査員賞も獲得した。第90回アカデミー賞外国語映画賞には、 ハンガリー代表作として出品され、最終選考9作品に残っている。また出演のアレクサンドラ・ボルベイが第30回ヨーロッパ映画賞でヨーロッパ女優賞を獲得した。ハンガリーの首都ブダペストの郊外にある食肉工場。品質検査官の産休代理として派遣された女性、ラーツマーリアは内向的な性格で職場に馴染めない。中年男性エンドレは、 財務部長の役職ではあるものの、左腕が不自由のため、引け目を感じ、職場では消極的で、人並みの幸せを求めることは諦めていた。ふとしたことから、毎晩二人は同じ夢の中で、それぞれメスジカとオスジカとなって交流していたことを知り、現実世界で二人の気持ちに変化が生まれてくる。ベルリン国際映画祭で会見中のエニエディールディコー。 ロッテントマトズでは39件のレビューで、支持率は92%となっている。またメトクリティックでは6件のレビューで、過重平均値は71、100となっている。ありがとうございます。